にちは、ダイレクトな社長の広島です。今回は Let it be に2音加えるだけで上級者の音になる手法を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。ピアノ弾き語りをやっていて Let it be を弾いたことがない方はあまりいないんじゃないでしょうか。なぜならばキーが C キーで C の1、そして5の G、そして6マイナー、Am4の F、 もうコードがこの4つだけでできるから、もうこれは簡単だという認識でやってるケースが多いんですね。でもちろんそれでもいいんですが、今回はそこに2音加えるだけで一気に音がプロっぽくなるというところを紹介したいと思います。コード進行が C、このラインに2音加えるんですが、その2音というのは F と F シャープ、これです。これが入るだけでですね、どうなるかというのを一回やってみますね。普通に弾くと、こういう状態になるんですが、今のこの2音加えてやると、これはですね、左手で何もワン、ツー、スリーと白玉で弾くんじゃなくて、まずはですね、左手でオクターブの関係、ドだったらドとドですね、これを加えていくんですが、 C コードから G コードに行く間、ここで一度 F、 そして F シャープを経由して G に行く、この寄り道が上級者のアプローチになりますね。左手だけで弾いてみると、このようなアプローチになります。これは1 and 2タタタンと、も音符に乗らないようなリズムでタタタンと入れていくところがポイントになっていくんですね。これに右手の C コード、 G コードを合わせることによって、ですので、歌のところも左手は何もただルートを弾いて歌うと、 When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be、 こういう状態になるんです。それに対してこの左手のこの2音を加えながら歌ってみると、 When I find myself in times of trouble, Mother MaryTo me, speaking words of wisdom, let it be. というふうになります。こうすることによって、実はピアノ四部でジャンジャンジャンと弾いてるというよりは、裏に隠されてる16部のリズムがタクタクチキ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 、これが聞こえてくるんですよ。歌もやはり四部で取ると When I find myself in times of trouble と四部に寄っちゃうんですけど、16のチキ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 、これが入ると When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be という16部に乗ってる感じそのまま When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speakingLet it be でも初級からいきなり上級になったような感じで聞かせることができます。ぜひ試してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。